どうも、アフリカ TV です。今日はですね、アフリカで一番良かったことっていうね、テーマでお話ししたいんですけど、まあこれはね、アフリカに私が行って一番良かったなと思ったことっていう意味ですね。最初にね、結論言ってしまうと、一番良かったのは、細かいことをね、気にしなくなったってことなんですね。で、私ね、カメルーンに行く前は、IT 企業で働いてたんですけど、その時はね、もう本当真逆の生活というか、真逆の考え方をしていて、本当にこう、生活の中のいかに小さいマイナスをこう一個一個潰していくかみたいなね、そういう感覚で生きてたんですよね。まあ多分ね、これは仕事柄、まあ要はその細かいミスが一個あると結構大問題になったりするんで、まあちょっとね、そういう習慣というかね、考え方自然に身についてたのかなと思うんですけど、結構ね、それが日常にも影響してしまっていてですね、本当に電車の中とかでちょっとしたことにこうイライラしたりとか、なんかちょっといいことがあってもね、こうマイナス面でこうトータルで考えて、いや今日はダメな日だったなとかね、思っちゃったりとかね、結構ね、そういう思考法だったんですけど、だから本当ね、当時はですね、もうなんかずっとストレスにさらされてるみたいな感じでした。なんか夜寝る時もなんかこう、今日あった嫌なこと考えちゃうみたいな、いいことじゃなくてね、いいことがあったとしてもやっぱ嫌なことが先行してたと思うんですよ。細かいこと気にしてね、せかせかしているせいでそうやって余裕がなくなっちゃったと思うんですけど、今はですね、もうカメルーンから帰ってもしばらく経ってるんですけど、今はですね、あんまりストレスってものはないんです。で、これはなぜかなっていうのを考えるとですね、カメルーンでサバーレっていうね、精神があるんですね。まあ、サバーレっていうのは普通にフランス語で、まあ、そんなにカメルーン独特の言葉じゃないんですけど、はい。で、サバーレっていうのは、まあ、こう、なんとかなるでしょ、みたいな、まあ、意味なんですね。サバっていうのは、まあ、元気とか大丈夫みたいな意味で、さらに、アレっていうのはつくんですね。で、アレっていうのは、ゴーっていう意味なんですよ。で、このサバのバとアレは同じ単語なんですよね。だから、要は、もう、2回言ってるんですよ。It's going to go みたいな感じ。It's going to go。で、go2 回出てきちゃってるみたいな。だそういう感じなんですね。だ要は、うまいこといくよ、みたいな感じですね。で、この精神、すごいいいのが、その、マイナス面にね、あんまり注目しないというか、このいい方にね、何事も考えるというか、まあ、加点方式でね、こう日常考えれるようになるんですね。で、なんかこう一個例えば嫌なことあったとしても、まあ、他に今日その他にいっぱいいいことがあったら、まあまあまあ、今日はね、まあ一個悪いことあったけど、こんだけいいことあったから、まあまあサバあれでしょ、みたいな感覚なんですよ。まあまあなんとかなるっしょ、みたいな。大丈夫っしょ、みたいな。でね、この考え方がね、非常に私に影響を与えているなというふうに今思いますね。以前は減点方式で自分の生活考えてたんですけど、今は加点方式で考えられるようになったっていうふうに考えてもいいと思います。で、このサバーレの精神ってね、こう賛否両論あると思うんですけど、私は正直いいと思っていて、なんでかっていうと、じゃカメルーンが本当に日本ほどきっちりこう、なんていうんですかね、オーガナイズな状態で回ってるかっていうと、そうじゃないんですよね。例えば、まあ電車とかね、まあ電車あるんですけど、もうほとんどいつ着くか分かんないような電車しかないですし、日本なんて1本遅れたらもう結構ね、まあ謝罪の中アナウンスが流れたりとか、かっつりしてると思うんですけど、カメルーンって全然かっつりしてないですね。長距離移動のバスとかもね、こう、地方都市を結ぶバスがあるんですけど、本当にいつ出るか分かんない。本当だから10分で出る時もあれば1時間以上待っても出ない時もあったりね。で、その日の移動も諦めたりとかもすることもあるわけです。でもこれでなんか本当に国が大変なことになっちゃってもどうしようみたいなことってないんですよ。まあカメルーンも小さいね問題、まあ小さいというかまあいろんな問題ね抱えてますよ、もちろん抱えてますけど、国でこう生活してる人はなんとなく普通に日常生活遅れてるわけですよね。日本は一方でその電車がきっちり時間通りに来てコンビニ行けば何でもあって、でまあお金もまあまああってみたいな状況で、じゃあこれが本当にパーフェクトにいいかというと、まあ私が正直そのカメルーンに行く前に日本に住んでる時の状況、まあ自分の状況ですよね。とカメルーンに、まあカメルーンで見たカメルーン人の生活と今の自分を見た時に、もともとその日本で暮らしてた時が多分一番不幸せだったんですよね。だから結局そのなんか物がどうとか、こう国がねどんだけちゃんとしてるかとかっていうよりはやっぱもう気持ちなんだなってことはこれで分かったんですよ。はい。なんでこう帰ってからですね、結構日本にいても、まあこういろんなことに対して、まあ別に良くないそれでって思えるようになったんですね。細かいことこうねちねチキにするっていうよね。で、こう、せかせかしなくなったっていう、まあ、言い換えることもできると思うんですけど、まあ、そのおかげで、こう、心に余裕が出たんですよ。だから、例えば、なんか、こういう心に余裕が出たことで一番良かったなと思ったのが、なんか、いろんなことが見えるようになったんですよね。なんか、今までこれ、すごく細かいマイナーなことに、集中しちゃってたのが、これなんか、広くね、こう、物音を取られるようになったんで、まあね、こう、視座が上がったっていうね、最近視座っていうことはなんか、すごい流行ってるみたいですけど、私も、使わせてもらうと、まあ、視座が上がったんじゃないかなと思います。で、例えばですけど、こう、人間関係でうまくいかない私と誰かがこう問題があったとしても、私の視座で見たら問題ありますよね。これを地球に対してどういう影響があるかっていう視座で考えたら影響ないんですよね。もう何にも誰も70億人もいる中で困ってるのは私だけじゃないですか。この人と問題があっても、じゃあ別によくねって思うんですよね。でそう考えることでまたこう心に余裕が出てきて、もうもっと高い視座でねこう物事見ることができるようになって、でもっと余裕が出てみたいな、こういい循環が回ってきてるなっていう風に感じましたね。はい。なのでまあちょっと私をお勧めしたいのは、もしねこう今
今何か問題とかね、あとなんか悩みとかね、こううまく、ここはもっとこうだったらいいのよな、みたいな、こう、もどかしさみたいなの持ってる方は、まあ、ぜひね、アフリカにね、一回ね、旅行でもいいんで行ってみると、結構考え方変わると思うんですね。まあ何もね、別にアフリカじゃなくていいと思うんですけど、なんかこう、ガラッとね、自分の常識が通用しない世界に一回身を投じてみると、なんかそういうね、新しい気づきがあるんじゃないかと思ってね、まあ今日はこの話してるわけなんですけど、はい。でね、こう、ガラッと環境を変えたことによって、またこう、日本のね、良さっていうのも再認識できると思うんです。で、私は実際そうでしたね。あ、日本ってこういうとこはいいな、でもカメルーンもこういうとこいいなとかね、こう、比較対象ができるんで、すごくそれは良かったなと思います。アフリカで一番良かったことっていうテーマでね、お話ししてきました。近々お会いしましょう。アビアントー。